ファイトシュトースの祭壇画ファイトシュトースの祭壇画、または、聖母、マリアの祭壇は、ヨーロッパのゴシック機に作られた祭壇画の中でも最大なもの。ポーランド、クラクフ、聖マリア教会の主祭壇の後ろにある。この祭壇画を作ったのは彫刻家ファイトシュトースファイト、ストスで、1477年から1489年にかけて制作された。 2000ギルダーを超える制作資金は、クラークフ市民が出資した。第二次世界大戦及びドイツ占領下の期間中、祭壇側ドイツに持ち出された。しかし、戦争を無傷で、生き残り、1946年に、ポーランドに、返還、1957年にようやく、聖マリア教会に戻された。祭壇は、歴史上何度か補修されている。1600年以前、 1866年から1870年、1932年から1933年、1946年から1949年、そして1999年にも。シカゴのストリート、ジョン・カンティスは、ポーランド大聖堂様式ポーリッシュカテドラルスタイルで建てられた歴史的教会だが、そこには、この祭壇画の成功な複製品が収められてある。 大きさこそ、本物の1、3しかないが、細部に至るまで成功に複製されている。1893年にこの教会を設立した、ガリツヤ出身の移民たちへの感謝の印として2003年に作られたものである。この祭壇側、高さ13メートル、幅は翼を広げた状態で11メートルある。写実的な彫刻の高さは2.7メートルで、 三本の木の幹から掘られたもので、他の部分はオーク材で作られ、背景に使われているのはカラマツである。中央下に描かれた場面は、十二使徒の目の前で、聖母マリアが永民する場面である。その上には、聖母の非焦点の絵が描かれ、さらにその上、枠の上には、聖母体幹の場面が描かれている。聖母、マリアの両横にいるのは、 シュチェパノフの聖、スタニスラウス・スタネスロース・オブ・シュチェパナウト・プラハの聖アダルベルト・アドルベルト・オブ・プラハである。翼を広げると、6つの聖母、マリアの喜びの場面が見られる。翼を畳むと、イエス・キリストと、聖母、マリアの生涯の12の場面が見られる。ありがとうございます。